どうも、ジャーケンジです。本日なんですけども、久しぶりのこういったスニーカーキーイベントに来ました。スニーカーパーティーに来てます。イエーイ、スニーカーパーティーだよー。誰も知らん、それ誰も知らん、うん、まだ皆さん、リリカパーティーっていう YouTuber がいるんで、それを確認してくださいというわけですね、こちらスニーカーパーティー来ました。これね、タイのね、言うたら、まあ、スニーカーコンですね。タイのスニーカーパーティーっていうイベント毎年1回はやるらしいんですよ。あ、そうなの。コロナ禍でもやってねえわ。オンラインでやってたのかな。2016年からこれやってまして、2018年とか最も勢いがあったイベントなんですよ、はいはいはい、それこそすごい広い会場を借りてドーンってやってたんですけど、はい、見て、ちょっとちっちゃくなっちゃった、ね、まあ、タイ一番ですよ、うん、ここで協賛してるとこどこですか。超有名大企業がもう出資してます。クロックスです。あー、はいはいはい、俺が最も履いている。確かにそう。誰だよ今、クロックス、スニーカーじゃねえよってやつやめろよアトモスとかも ねやってるっぽいんで、面白そうなんで見てみましょうよ。どうだろうね、もうちょっと盛り上がってるかなと思った。正直なこと言っていい、ヴィンテージの祭りよりちょっと落ち着いてる感じがする。あ、ほんと。まあでも、涼しいからいいかな。室内だから ね室内だから。あ、とりあえず行ってみましょう。入場料無料です。見てください、もう圧倒的なヴィンテージ。ほんとだ、もうほぼスニーカーじゃないと、もうほぼヴィンテージしか売ってないと。これワンちゃんヴィンテージの方がいいのあるんじゃない。まあ、ステューシーいっぱいあるよ。なんか俺見たことあるぞ、ここ。カードも使えるし、ステューシーのヴィンテージがいっぱいありますよ。1000バーツですね、うん、でもね、俺知ってるんですよ。こっからやっぱり頑張って値段を下げていかないといけないんですよね、イベントで。そうだよ俺交渉しないといけない。あ、2000バーツか。これ頑張って1000バーツぐらいしちゃうよな。そんななるんだ。いや、頑張るんですよ。これかっこよくない？うわ、高っ。3万6000バーツや、ほぼ。3万バーツ。お、まあ、安いのが高いのがよくわかんない、ね。まあ、12万ですね。もうほぼ1バーツ4円だからな。アトモスです。めちゃめちゃ声がでかい。俺も負けずに声出す。スニーカーパーティー限定の T シャツがありますけど、なんだろう、日本で販売されてるよりもちょっとよく見える。よく見える。これレッドスパイダー T シャツのコラボや。レッドスパイダーさんモデル売ってますが、あ、6000バーツだ。2万4000する。6高マジで高。あー、これね、これもちょっと人気でしたよね。4500バーツだ。2万ぐらいはしますね。エクストラージとアドモスのコラボ、まあ、アニマティックもあるというわけで結構並んでますよね。これ見てますよ。わー、すごいロックさん入ってる。はい、というわけでこちらが一般で売られているやつですね。これ安いかちょっとチェックしましょうよ。まあ、1万6000円ですね。あ、パンダだ。いや、やっぱちょっと薄そうだね。1290バーツ。はいはいはい、高いですね。まあでも昔はこの辺多分値段落ちた方なんですよ。結構ね、買い取ったやつが置いてありますよ、これ。めちゃめちゃ履くやん、これ。何回じゃないけど、やばいね、これ。ロブスター置いてある。すごい、これも置いてる。値段が書いてないから聞かないとダメっぽいね、これ。私たちも今後店をこうやってイベントで出してくれて、ちょっと参考になりますよね。そうだね。これとかすごいんじゃない？すごい綺麗。すごいよ。7000バーツだって。これをね、超人気だよね。これ9000バーツだ。3万6000円や。まだ販売されてない。バレンタインありますね。でもやっぱりなんかそのパイプなスニーカーっていうよりは手に取りやすい値段のスニーカーの方がやっぱ多いかな。そんなイメージだ。アメリカとかだとさ、もうアホやんみたいな記憶もあるけど、あんま置いてない。そんなに値段が高いって感じしないけどな。まあ、サーソムよりもちょっと高いぐらいかな。サーソムに売ってないものが多い。あ、すごいね。誰かいるの？ああ、そう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 、夜にかけてね。何時までやるんだよ、これは。ね、夜の10時までやります。夜の10時まで。結構長期戦よ、これは。でも夜にかけて盛り上がってくるんですよ。1万1500バーツだって。安ないこれ。安ないこれ。安いタイで買うっていうのはちょっとあれですけど、安いっすよ。もう節分ダンクありますね。お、早いですね。早いですね。いくらだと思う？5000バーツ。7000バーツ。まあそんな高くもない。日本に比べれば圧倒的に高いけど、そうでもないなっていう感じ。
まあ、1軒しかないもの、ここ見てもすごいね、ラメが。あ、すごいね、こうなってんだね知らなかったわ。ニューバランスも結構多いよね。なんかニューバランス安くってとかなんかしないのかな。これ単位も高いのかな。8990バーツ3万6000円ぐらいだな。高いね。これは1万990バーツ、はいはいはい、高いね。これ超最近発売されたやつですよ。これ遊戯王カードが入ってるらしいんですよね。4200バーツで売り値が書いてないけど、これもなんか聞けば、うん、これの欲しい。いや、大丈夫そう。でも結構遊戯王好きやん。遊戯王は好きだけど1万7900バーツですね。おお、7万っすよ、ほぼ。最短で高いから遊戯王8万バーツですよ、あれ。おお、8万バーツ8万、32万えぐない。えぐい。これをなんかいつ見たの、これ。はい、いや高いね、これ3万2000もするよ。マジかよ。やっぱね、リセールショップあるんですよね。買った時は高い、でも今相場下がっちゃったもんだからなかなか下げにくいっすよね。ガチのミステリーボックスみたいにやってますよ、これ。これね、中身シャカシャカしてる。これ何が入ってんだろうね、これ。あ、ミステリーボックスって書いてあるわ。 T シャツが入ってたりみたいな、はいはい、ちょうど帽子欲しかったよ。いや、これ今からやって俺が言うのもあれですけど、欲しいもん買った方がええでこれあれじゃない、当たりじゃない、これ。あ、そうなんだ。これが当たりや。ボリューム5だからね、今ボリューム4までやってるから、これめちゃめちゃ大人気やん。完全にいるよ、こういう大阪のおばちゃん僕、だからスニーカーやってるじゃないですか。スニーカーの重さは分かるよ。だからこれね、こいつの重さ分かるんじゃないかと。ちょっとこれかっこよくない？あんまり。いや多分ね、体感シューズみたいなやつ流行るよ。なるほどね。かっこいいと思うけどな、これ。高校の体育館履きこれだと嬉しいもん。まあまあまあ、確かにちょっと嬉しい。体育館履きだったら嬉しい。見てください、ボロボロですよ、箱が。本当、許されるんですよ、こういうもんですよ。これ、台湾のペントハウスなんですよ。マジで。うん、あれ、ウミンチ君。ウミンチ君に失礼でも安くていいな、まだ買えるわ。まあまあ、そう。俺プレーにいくらなのって思っちゃうもん、逆に。コットって書いてあるしね。ね、全部コットって書いてあるけど、そんなにね、なんか高くないんですよ。だから多分定価とあんま変わんないぐらいだから、ストック X とかそういったもので仕入れてしてんじゃないかなと思う。売れるかな。はい、難しい感じしますよね、これ。すごく美人な人が横にいてびっくりしちゃって、動揺しちゃった。これ人気よね。人気っすね。タイタグ。あ、タイタグ。なかなか見れない。めちゃめちゃ人気だね。やばいね。タイはこれや。530だわ。タイは530。みんな覚えておいてください。これ、シュプリームじゃない?8000バーツよ。これも安いね。ちょっと欲しかったやつ。アニーヒーテッドだ。これね、たんまり余ってますよね。国内、えげつない色余ってますからね。もう多分半額とかなりそうだな、これも。ニューバランスは熱いんだよな、やっぱり。絶対ヘッズは買わないタイプのナイキ。新しめ出たやつ。わかんない。今聞いてみますか。聞いてみましょう。ハロー。Where did you get these stocks? On online or stockage? JD. In Thailand and from Japan. お？from Japan? Some shoe from Japan, some shoe from China. OK. 日本で買ってる。日本でも買ってる。もう皆さん分かります？何？ここに来てるのは時代遅れなヘッズみたいなやつしかおらん。こう見るとやっぱりその数年前のスニーカーブームが明らかに異常に伸びてたんだなっていうのが分かりますよね。いやー、逆張り商売始めたわ。きっちり。いやでも今ここで戦うことに意味があるから、うん、はい、というわけでね、スニーカーパーティー見てきましたよ。まあハイプなものはやっぱ置いてないです。ないね、というか、おそらくなんですけど売れないし、回転率も良くないから、それだったらまあ530のような売れる商品を置いてんじゃねえかなと思います。でもね、俺ね、一番人気なのね、クロックスだな。確かに一番人気、プロパーブースの中で多分一番人気なのはクロックスなんで、まだスニーカー対来てないな。まだこれからや。リテールマーケットがやっぱね、成熟してないし、しかもサーソムもあんま知らなそうだよね。
サンソムなんか知ってる人はいるよねみたいな感じだけど、そうだね、9割知らないんじゃない？おそらくそうだと思う。でこれからスニーカー界の市場バンって上がるかもしれないんで、これからもねちょっと動向を追っていきましょう。というわけでぜひスニーカーパーティーね、タイ1年に1回あるね、次ぜひ皆さんも行ってみてくださいという感じで今回の動画終わりたいなと思います。この動画がいいなと思って参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。こんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。